エスコートはフォードが北米地域で製造、販売していたコンパクトカーである。初代モデルは欧州フォードのエスコート MK3 をベースに開発され、1981年モデルイヤーに球体化していたサブコンパクトカー、フォードピントの後継車種として登場した。姉妹車としてマーキュリーリンクスも同時に登場した。米国フォードにとっては、 初めての全輪駆動車の生産となった。また、商業的にも成功し、1980年代を通して単一モデルとしては最も売れた、米国車の一つとなった。二代目は1991年に登場、松田ファミリアと共通の車台を持ち、スタイリングは、フォードレーザーと同一であった。日本のレーザーでは4ドアセダンと3ドアハッチバックの展開だったが、 北米 COS コートには5ドアセダンおよびワゴンも存在した。マーキュリー版はマーキュリートレーサーに改名された。通常モデルは旧型以来のフォード製1.9リットル4気筒88馬力エンジンを積み、ライバルと比較するとアンダーパワーであったが GT モデルのみはマツダ製1.8リットル127馬力エンジンが与えられ当然のことながら 日本車並みの動力性能を誇った。1997年に3代目にモデルチェンジが行われ、ハッチバックは落とされた。翌98年モデルからは、エスコート ZX にという2ドアスポーツクーペが追加された。このモデルは、フォードプローブの代替車種でもあった。1999年には、ワゴンとマーキュリートレーサーがラインナップから落とされ2003年に姿を消した。 ありがとうございます。